のわ、のおいで、のおいで、おいで。はい、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 裏です。で、のわです。裏声です。みんなどう？元気？大丈夫？毎回こう動画撮るたんびに実際動画撮ってるの動画撮ってすぐアップしてるわけじゃないからさ、その間があるのよ。で、俺結構その間も好きで、俺は今こうやって喋ってこういう話をしたけど、これがじゃあアップされる時には何かが変わってるんかなとか、世間がね、こう変わってるかなとか、意見が変わってるかなとか、何が変わってるか分からへんからさ、今こうやって喋ってる時にもさ、アップした時には、あ、こういう世の中になってたらいいなとか、ちょっと考えながら喋んねんけど、まあそんなことどうでもいいねんけど、ルール編、マナー編、大変ご好評いただきまして、コメントがね、俺こんな来ると思ってなかったよな、ぶっちゃけ、コメント。正直ね、ちょっとびっくりやな。よっしゃんがね、コメントくれたのがね、これすごい良くて、自分がパッティングをするとき、ライン上にピッチマークあると嫌な気分になります。9分14秒のところね。とてもいいなぁと思いました。プレイに余裕があるときは自分がつけたピッチマーク以外も直すようにします。T はポケットに呼び、カートバッグには山盛り持つようにしてます。マナーの回とても勉強になります。そうそう、これね、T ポケットにね、予備入れてるだけで、一緒に回ってる人がね、T ないってなった時にパッて渡せるから、すごいいいのよね。カートバッグに山盛り持つようにしてます。まあこれ、全員がこれしとけば、絶対そんなんで、こう、ちんたら遅れたりせえへんねんで。逆にちょっと鬱陶しいかもしれへんけどな。T やる？ T、俺30本入ってるから T やる？いや、私も25本入ってるからみたいな。ちょっと鬱陶しいけど。けど、みんな一人一人がやればいいのよ。誰か一人が、これ、みんなね、誰か一人ができるようになって、誰か一人がこう、プレイの進行ね、早くできるようになってね、こう、みんなにも気を配れたらいいっていう話ではないのよ。これは、そういう人が全員になってくれればいいなっていう。話やから、やらしい話ね、なんやろ、カットビーを普及してくれとか、ね、チャンネル登録者を増やしてくれとか、そういうことは言わんから、逆にこう、初心者の人、ほんまのゴルフやりたての人とかに、ちょっとこれ見てみって言って、紹介してあげてほしい。ぜひね。で、それで、見てくれた初心者の人、今、まだゴルフ、プレイもろくにしたことない、逆に言うと1回2回しかしたことないとか、そういう人もね、ちょっと当たり前の話ばっかりしてるんですけど、まあちょっとね、どっかね、片隅に置いといてもらえたらなと思います。すごい嬉しいな、これ。すごいな、もうすごいいいねの数や。マジですごい、めっちゃ嬉しいな。国見、小池さん。グリーンの上にセルフスタンドバッグをドーンと置いてる人、後ろが待っていてもグリーン上でカップにボールが入るまでパッとして誰も OK 出さないなど、不愉快なことが多く、マナーを知らない人が多いと感じます。影響力大の浦先生が当たり前のことだと思っても発信してほしいと思うテーマです。ありがとうございます、コメント。キャディーさんに対して上から目線の人とは次回のラウンドはないって連絡もしません。ゴルフは自分で自分をジャッジする人柄が分かるスポーツです。ありがとうございました。そうやね。まあ、私、こういう人間なんでね。すごいマナー悪そうに思われるんですよ。勝手にね。びっくりした。すいません。大変失礼いたしました。黒猫ヤマトが来ました。ね。黒犬のは。うん、びっくりした家で撮ってたらこういうことなんねんな、うん、そうか。え、かわいい、かわいい。今日どうしたん？今日かわいいやん。なんで降りたん？どうしたん？ノア、焚き火の人けえへん。おいで。玄関の前置いててもらうの。ノア、ノア、おいで。おいで。ちょっと何してんの？伏せ。お利口さん。そうやな。後の組の一人がショートで、マサリンじじいさんやね。お仙台早くしろ。ご指摘は聞くけど、ゴルファーの物言いではない。そう、確かにな。マナーが悪い人がいました。マナーが悪い人がいました。それに対して、マナー悪く言ってたら、それ同じ人間、むしろそれ以下の人間やからね。もちろんマナー悪い人に、できてない人に指摘する、教えるっていうのは大事なことやねんけど、結果大人やから、お互いね。まあ、相手が小学生かもしれへんよ。分からへんけど、基本ね、大人前提のものを考えて喋ってますから、今。大人やから、言い方っていうのすごい大事やからね。まあまあ、これはちょっとほんまに当たり前すぎるわ。マナー悪いやつにギャーギャー怒鳴ってるやつおってん、ゴルフ場で。なんかね、どこやったかな、あれ何やったかな。打ち込んだ打ち込んでない話で喧嘩はよくあんねんけど、打ち込んだ打ち込んでない話で、駐車場で殴り合いの喧嘩してる人おったもん。これマジ、リアルな話で。ゴルフ場のよ。警察来たけど。なんか、ずっと前の組が遅かったと。ずっと前の組が遅かったから、後ろから打ち込み張ってん。それが、ずっとプレー中に、おい早く行けよって言いながら、遅えんだよって言いながらラウンドしてはって、なんて怖そうな人たちなんだろうと思いながら見ててんけど、俺もう一個後ろやったからね。で、途中で、前の組に打ち込むんじゃなくて、初めて見たな、打ち越した人。ドカーン越してって。で、上がってから二人とも大喧嘩してて。遅いって指摘するのも、結局ね、まあ、そこまで極端な話じゃないけど、遅いって指摘するのも、直接本人にやることではない。正直よ。これは、ごめんなさい。ゴルフ場の方が見てたら、もしね、見てたら本当にごめんなさい。申し訳ないですけど、一人一人の意識が大事です。一人一人の進行が全体の進行になります。ただ、その進行度合いを、の責任があるのはスタート室なんですよ。各組についてはキャディーさんなんですよ。それをまとめるスタート室なんですよ。だから結局、スタート室の采配次第で随分変わってくるんです。だからスタート室にいる人は、ゴルフ場でも、なんていうの？仕事できへん人はおれへん。僕はね、フロント業務の人もそうやけど、基本的にこう、スタート室フロント業務の人っていうのは、組を決めなあかん。そのお客さんのアテンドせなあかん。で、ゴルフ場のやつを、みんなよ。ゴルフ場におる人みんな仕事できんねんけど、スタート室、マスター室におる、キャディーマスターとかは、もうめちゃめちゃ仕事できる人いる。多い、結構多い。で、そういう人らにね、任せた方がいい。自分で言ったらあかん。これほんまにね、良くない。直接言うのは。これ波風しか立たんからな。良くないよ。すごいマナー悪いなって人がおった。グリーン上でね、グリーンをアイアンでガーンって削ってる人がおったとか、おったよ、そんな。ムカついてグリーン上でサンドウェッジでフルスイングしてたりとか。学生時代ね、とかね、プロゴルファーでお金かかっててやってますって言うんやったら、もうそれでもあかんよ、もちろん。普通にプライベートでラウンドしてて、何してんのっていう人いっぱいおるから、それに直接言ってたら、もう喧嘩になってしまうから、そんなんじゃ治れへんで、絶対に。大丈夫。ゴルフ場の人たちは絶対対応してくれるから、愚痴を言えって話じゃないよ。ほんまに自分がちょっと腹立ったから言うとかじゃあかんで。全体的にこの人は、ちょっとあの人は、全体を見たときに、あの人は、プレーの進行の絶対に邪魔になるだろうな。ちょっと、スロープレーの、まあ、こう、あの人はちょっと、一助となってしまってるだろうなっていう人が、もしいた場合は、ちゃんとクラブハウスに言いに行ってください。まあ、ちょっとさすがにちょっと声がでかいぐらいで言いに行ったらな、もう、プレーなんかやりづらなるからな。あんな前の組の人ちょっと声でかいんですとか言われたら、俺もプレーできへんからな。うん。上手い人がマナーいいんじゃなくて、またピロイな。上手い人がマナーがいいとか、まあ下手な人がマナーが悪いとかではないのよ、これは。変な話、マナーが悪い、ね、こういう、信仰もろくに考えへん、自分のことしか考えない、80代でもある人と、すごい信仰のことを考えて、マナーのいい、100切れない人やったら、俺はそっちの人の方が一緒に回りたい。もちろん、100を切れない時点で、80の人に比べたら、それはプレイの進行は絶対遅くなるよ。その分打数は多いねんから。けど、それを補えるほどの、まあ、動きというか、マナーよく守ってれば、人には好かれるから、もちろん。またラウンドには誘ってもらえると思う。一人一人が気持ちよくプレイできるような環境づくりっていうのを、みんなでやっていきたいなと。純粋に思いますけどね。うん。結構あるな。これ結構あるな。雨の時とかさ、もうびちゃびちゃのカッパのまんまレストラン入ってくる人とかさ。あと逆によ、じゃあ雨の時とか、初心者の人は分かんないかもしれないですけど、スターズイスのすぐ隣とかに雨の時になったらね、大きい、乾燥機みたいなの出てくるんですよ。で、そこにカッパ入れたりして、お昼ご飯食べてる間にカッパ乾かしたりするんですよ。そこにね、もう自分のゴルフバッグ突っ込んでる人おって。ゴルフバッグ丸ごと。嘘やん、こいつと思って。これさすがに邪魔やろうと思って。すいません、中にゴルフバッグ入ってるんですけど。中に。えみたいな。いや、そんなことないです。嘘でしょって。いや、ほんまやから見てみって。ほんまやみたいな。すげえみたいな。ここ入れるみたいな。もうアイアンも全部バラバラにして置いてる。誰も置かれへんもの。さすがにそれは本人に言いそうになった。言ってないけど。あれはあかん、あれはあかんな。だからそういう、あんまり、とんでもない人いっぱいおるから、ゴルフ場って。まあ、生きてればね、いろんなとこにとんでもない、いろんな人いっぱいおるけど、まあまあ、面白い。まあ、こういう人おったよっていう、こういう、ちょっとこういう人おったよみたいなのおったら、ぜひコメント欄で教えて。ちょっと、見たい。普通に。一応コメント僕全部読んでるんでね、過去のやつも。全部読んでるんで、ぜひぜひ。ぜひ教えてほしい。こんなんおったよ。こんなおもろいやつおったよ。こんな変なやつおったよってのおったらね。ぜひぜひお願いします。ちょっとまあ雑談会で長くなってしまったんですが、チャンネル登録の方とグッドボタンですね。よろしくお願いいたします。で、LINE アット、Instagram、Twitter の方もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、私たちですね、DD ゴルフモンスターズというオンラインゴルフアカデミーをスタートいたしました。そちらの方はですね、上手くなるためのドリルや、そのドリルに対しての質問、その質問に対して僕が返事をする。で、実践、質問、実践、質問。それをずっと繰り返すっていう、まあ会員さん同士が仲良くコンビを開いたり、まあそういうコミュニティサイトになってますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。ノア！おいで！ノア！おいで！おいで！エンディング、おいで！はいよ、よ、来た。よ、来た。はい。じゃあね。はいはい。焚き火好きなあんた。じゃあね。